カイタニ・アオコは、日本のバレエダンサー、振付屋である。本名、カイタニ・スミコ。カイタニ・アオコバレエ団特別公演、ロミオとジュリエット上演パンフレットより、ジュリエット役のカイタニ。1956年2月頃カイタニ・アオコは、1921年に、カイタニ・マコト・ツトムの三女として、福岡県大牟田市で生まれた。聖火は、鉱山主で、 豊かな家庭だったと言われる。1933年、文化学院に入学するため上京し、1934年からエリアナパブロワにバレエを学んだ。1938年、17歳になった彼女は、カイタニバレエ団を立ち上げ、歌舞伎座を借り切って、デビュー公演を行った。 1940年から1941年まで、二階堂特予の日本女子体育専門学校で、クラシックバレエを指導した。第二次世界大戦後の1946年、海イタは足元英ゲ小牧正秀などと共に東京バレエ団を結成した。東京バレエ団はその年の8月9日に、帝国劇場で、第一回公演。 白鳥の湖全幕を日本初演し、彼女が主役を務めた。海谷は1950年に東京バレエ団が解散した後も長きにわたってバレエ界で活躍を続け、1965年に海谷芸術学院を設立して、後進の育成や指導に当たった。日本バレエ協会副会長や全日本舞踊連合の理事などの要職も務めた。 カイタニ没後の2007年、カイタニバレエ団の敷地内に、日本における、白鳥の湖発祥の地記念碑が建立され、同年8月9日に、除幕式が行われている。1955年3月16日から22日に、かけて、カイタニバレエ団の、シンデレラが、東京三景会館ホールで上演された。シンデレラ役のカイタニヤオコ。 カイタバレーアカデミーホームページカイタニ、ヤオコバレエ団の歴史大牟田市氏編集委員会編、大牟田市主下館、大牟田市、1968年、898ページ。人事更新録、第11般会定番上、人事更新書、1938年、下60ページ。村山2004、P54、現在の東京バレエ団とは直接の関係はない。 東京バレエ団の項目を参照のこと。白鳥の湖発祥の地に記念碑建流。三景グラフ1955年4月10日。号。産業経済新聞社。アルシネマ東京新聞制定舞踊芸術賞。富田勲の2012年のアルバム。惑星アルティメットエディションブックレットに。富田が寄せた。このアルバムを、糸川秀夫氏に捧ぐより。ありがとうございます。